ね。実は少し前からサークル活動をしてまして。あ、質問。サークルって何？個人や数人で同人誌や同人グッズを作るグループのことだよ。チョコが先月忙しいって言ってた理由ってさ、これ作ってたからなの？そういうことです。なんだ、それならそう言ってくれればいいのに。ごめんね。同人活動っておかしな目で見る人もいるから、あまり大きな声で言いたくないなって思ってて。私がそんなことするわけないじゃん。私には教えてくれてもよかったんじゃないの？うん、そうだね。ごめんね、アリサ。うん、いいよ。もう一人謝る相手いるよね。ブライアンも秘密にしててごめんね。言い出すのなんだか恥ずかしくって。本当はね、秋葉に行った時もいろいろお話ししたかったんだ。でもボロを出しちゃうかもしれないからって我慢してて、せめて案内だけでもって思ったの。そっか、だからやたらと詳しかったんだね。うん、実は結構通ってます。うん、そうだね。これからは一緒に行こうね。私も行く。仲間外れにするのは良くないでしょ。二人ともいつまでここにいるの？何時までやるの？16時でおしまいだよ。あと4時間くらいかな。頑張ります。私はサークルの用事があるから、終わったら一緒に帰ろうよ。オッケー。チョコ、また後でね。でもなんか楽しかった。私コスプレはやってみたいな。絵を描いたりするのはできないけど、コスプレならできそう。アリサ、コスプレに興味あるんだ。うん、可愛いじゃん。なるほど。ああ、冬のことをちょっと考えてて、帰ったらすぐに冬の申し込みしなきゃいけないから。冬の締め切りはすっごく短いの。来週には申し込みの締め切りなんだ。参加できるサークルさんの数は3日間で約3万5000なの。抽選があるから応募の数はもっと多いんだよ。その中からジャンル分けして配置を決めてって作業していくと、準備期間がたくさん必要なの。特に夏から冬は4ヶ月しかないから、だから締め切りは早くなっちゃうんだ。冬から夏の申し込み期間はもう少し長いんだよ。2月の中旬が締め切りだから1ヶ月以上あることになるのかな。ほら、これが申し込み書だよ。ジャンルやサークルカットの必要事項を記入して申し込まなきゃいけないの。今は郵送かウェブで申し込みできるんだ。ウェブの方がちょっとだけ締め切りの期間が長いから、郵送の人は少なくなってるんだって。へえ、冬も来るんだ。もちろん。そうなんだ。二人ともめっちゃやる気だね。ブライアン、冬は一緒に回ろうね。ああ、サークル参加で当選したら1日は動けなくなっちゃうけど。
ル？手伝うって私のサークルの？いいよ、当選したらブライアンにもお願いするね。アリさん、大晦日って何してる？え？まだわかんないけど、アーサージから逃げるためにどっか行かなきゃって考えてるくらいかな。よかったらアリサも手伝ってくれない？必要なものはこっちで全部準備するから。別にいいけど。私何すんの？笑顔で受け答えしてくれればいいかな。ふーん、それくらいならできそうだし、別にいいよ。やったー、今年の冬は頑張ろうっと。じゃあまた半年後に。なんで建物に向かってお辞儀してんの？着せてくれたんだ。やっぱ浴衣はテンション上がるね。どうしたの？お祭り珍しいからそわそわしちゃってる。ブライアンにも用意してあげればよかったかな。浴衣、男の人も着てる人いるでしょ。あれはジンベって言って、浴衣とはちょっと違うかな。ジンベは袖が短くて帯がないんだよ。ほら、私たちみたいに袖がブラーンってなってないでしょ。もともとは男の人や子供の部屋着として使われてたみたい。だから浴衣よりは着やすいんだよ。定規で分かれてるしね。でも私は浴衣の方が可愛いからこっちの方が好きかな。私もかな。女の子はやっぱり浴衣だよね。おお、よく知ってんね。そうそう、前で合わせた時に左側を上にするの、右側を上にするのは死に装束って言って、亡くなった人に着物を着せる時の着方なんだよ。知らなかったらわかんないもんね。形だけしか知らなかったら作法もわかんないもん。うん、そうしてくれると私も嬉しいな。もしブライアンの友達が間違えてきてたら教えてあげてよ。じゃあ何から行く？遅れてきたお詫びにブライアンに好きなもの1個持ってあげるよ。うん、いいよ。案内役の私たちが遅れちゃったんだもん。ちゃんとお詫びしなきゃ。
お目が高いね。あれは夏祭りの定番、金魚すくい。和紙を張ったポイっていう道具を使って水槽の中の金魚をすくうんだよ。すくった金魚はもらえるんだよ。たくさんすくって困っちゃうなんてこともあるよね。私はそんなに上手じゃないから紙がすぐ破れちゃうんだもん。一匹もすくえなくてもちゃんともらえるよ。残念賞は一匹だけだけどね。持って帰っても生き物って飼うのが大変だけどね。ああもちろんすくうだけでもいいんだけど、せっかくなら持って帰れるものがいいかな。あ、じゃあ同じような感じのあれは？ヨヨ釣り。小さな風船の中に水が入ってるの。指を通せるゴムがつながっててヨーヨーみたいな感じで遊ぶんだよ。あれ意外と気持ちいいんだよね。水が入ってるから遊んでるとちょっとひんやりするんだ。まあ割と簡単に釣れるしね。お祭りの風物詩みたいなもんだし。ブライアン、やってみる？ありがとう。お祭り感一気にアップしたね。懐かしい。うん、そうだね。ありがとう、ブライアン。次は食べ物系に行ってみようか。お祭りといえばの定番ものいっぱいあるんだよ。リンゴ飴、綿菓子、かき氷、焼きそばや焼きイカなんかもよく売ってるかな。たこ焼きとかお好み焼きもあるよね。あー、お腹空いてきた。ブライアン、何がいい？おごってほしいもの決めてね。お祭りの屋台って不思議だよね。全部美味しそうに見えちゃうんだもん。あ、私ベビーカステラ食べたい。甘くて美味しいんだよね。ほら、アリサストップ。ブライアンが選ぶのが先でしょ。お、さすが。じゃあ私買ってくる。ちょっと走ったら危ないよ。アリサは浴衣ってね、動きにくいの。慌てて動くと着崩れちゃうし、下駄の鼻緒が擦れて痛くなっちゃったり。うん、私は今のところは大丈夫だよ。だからいつもよりちょっとゆっくり歩いてくれると嬉しいな。ごめんね。それでも浴衣が着たいって思っちゃうんだ。夏らしくて可愛いし、日本の女の子はみんな浴衣が好きなんだよ。ん？何？ああ、本格的な和服は難しいと思うけど、浴衣は比較的簡単なんだよ。それにね、お手頃な値段の浴衣は便利に作られてるものが多いんだ。飾り帯って言ってね、真ん中の締める部分と背中の飾りは別々になってるんだよ。デザインもいろんなものがあるしね。ミニスカートみたいな丈の短い浴衣もあるんだよ。小さな子が着てると可愛いなって私は思うけど、たまに私たちくらいの子が着てるところも見かけるね。お待たせー。はい、買ってきたよ。どう？おいしい？私も後でちょうだい。みんなでいろいろ分け合って食べようよ。そうだね。他にも何か食べ物買いに行こうか。
次は、あれあれ射的やろう。私全然自信ないんだけど。大丈夫だって、適当に狙っとけばいいから。ほら行くよ。時間がもったいないでしょ。パパッと回らなきゃお祭り終わっちゃうよ。あ、落としちゃうよ。アリサ、ゆっくりでも大丈夫だから。花火も見なきゃいけないんだから、急いだ急いだ。どうブライアン、楽しいっしょ。でしょ、こういうのって海外じゃちょっと経験できない雰囲気だよね。あ、私も夏祭りの神社って特別な感じするよね。よし、そんじゃ勝負だ。どっちがたくさん景品取れるか競争しよう。無理無理、でもチャレンジしてみるのもいい経験かもね。